キーさせてたつな。
ございます。失礼しますね。はい、どうぞ。この度は岩国城ロープウェイをご利用いただきありがとうございます。このロープウェイは山麓駅から山頂駅まで長さ412メートル、高低差 172.78メートルを毎秒 3.6メートルの速度で安全運転をしています。山頂まではおよそ3分、途中突風などで多少揺れることもございますので、お立ちのお客様は足元にご注意いただきますようお願いいたします。城下町山の間は昔、およそ400年前の慶長5年、西暦1600年、吉川広家公が関ヶ原の戦いの後岩国に、この地に城を築いてから城下町として栄え、現在では山口県東部の観光と工業の町として発展しています。近代橋は日本の三名橋として知られ、その周辺は国より名称近代橋として指定され、大根内には国の重要文化財に指定された目方家の住宅、吉川神社、県の文化財に指定された小宮の神社や吉川家御所のほか、金運寺白山姫神社、樹齢300年といわれる何
ロープウェイが発車いたします。ご乗車の方は改札口へお越しください。どうぞ。本日は岩国城ロープウェイをご利用いただきありがとうございました。山頂からの眺めなど十分お楽しみいただけましたでしょうか。前方に見えます飛行場は岩国錦帯橋空港で、米海兵隊岩国航空基地との共用空港として平成25年12月に開港しました。右手眼下に見えます錦帯橋は1673年第3代岩国藩主吉川広義公により城下町西見と横山とを結ぶ城門橋として創建されたもので、国の文化財として三保の松原、天の橋立てなどと並び、大正11年に初めて指定された名勝の一つです。現在の橋は2001年から2004年にかけて行われた平成の架け替えにより架け替えられたもので、創建から変わらぬ美しい姿を今に伝え、春は錦帯橋祭り、夏は鵜飼や花火大会などが行われ、たくさんのお客様でにぎわっています。山麓駅手前に見えます建物は柏原美術館です。館内には重要文化財をはじめ数多くの美術品を展示しています。また左手お堀のそばには吉川資料館があります。館内では吉川家の国宝、太刀および重要文化財などを皆様方にご鑑賞いただいております。眼下一帯の吉光公園では春から初夏にかけて梅、桜、ツツジ、ボタン、秋には美しい紅葉と年間を通して楽しんでいただいております。お疲れ様でした。まもなく山麓ホームに到着いたします。降りの際にはお足元に十分お気をつけくださいませ。お客様の皆のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。ドア開きます、ご注意ください。ちょっと待ってね。はい、ありがとうございました。右側の階段です。
次お腹を吸ってみる。喉喉が乾いてきた。一回ホームでドアが開きます。えこれ一枚だけ。本日は JR 西日本宮島フェリーをご利用いただきましてありがとうございます。本線は安全第一で運行していますが、万一異常の際は放送でお知らせしますので、係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。また各階の客室には救命胴衣の格納場所や着用方法を掲示しておりますので、あらかじめご確認ください。創建は東北水戸天皇の時代、6世紀に遡り、12世紀に平清盛公によって現在のような姿に改められたものでございます。満潮時には山の緑を背景にした厳島神社が青い森に浮かび上がる姿は、皆様方の忘れ得ぬ思い出となることでございます。まもなく桟橋に到着いたします。着船の時に船が桟橋に強く当たることがございますので、席にお座りいただくか手すりをお持ちくださいますようお願いいたします。安全のため車から先に下船していただきますので、車を運転される方は早めに車へお戻りください。本日はご乗船ありがとうございました。Thank you.
井戸崎です。乗り降りの際、足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございます。